バンコックレコーダー、バンコックレコーダーは、太陽国の廃刊したタイ語新聞。35年間太陽国に在住した、アメリカ人、キリスト教宣教師団ビーチ・ブラッドレイ博士が1844年に、バンコックで創刊し、1844年から1845年、1864年から1867年の間に発行した。 当初月刊であったが、後、各週となる。1867年に配刊。ブラッドレイ博士は、英語と、タイ語の二言語のバンコックレコーダーを編集していた。タイ語版は 6X9、英語版は 12X18 の紙面で2番組であった。一時は、バンコックレコーダーの読者は、ラーマ三世や様々なタイの貴族を含み広がりを見せた。内容は、 地域ニュースや海外ニュースに加え、科学や政治についての記事も含まれる。キリスト教徒と仏教の記事に関しては、博士の視点に変更があることが指摘されている。廃刊に至った経緯は、ブラッドレイ博士は紙面に読者に料金を支払いを請求する、胸の文章を載せていることから、読者の支払いの不足が廃刊に追い込んだものとみられる。ありがとうございます。